災害発生。あなたならどうする想定外の想定編。このコンテンツでは、災害時の状況判断を問い、その先に起こりうる事態について解説します。現実の災害では、次から次に判断を迫られます。 防災計画に描かれていないなこと、すなわち想定外を意識することが判断の訓練につながりますでは始めましょうあなたは出張で横浜に来ましたセミナーを 受講していると、大きな揺れが起こりました。地震です。落ち着いて、会場管理責任者の指示に従ってください。停電と同時に、非常灯がつきました。会場責任者の指示に従うよう、館内放送が流れています。会場係は、 セミナーは中止です。この建物は震度6にでも耐えられるようにできています。その場で待機してください。というと状況を確認するために出て行きました。あなたならどうする ?A。指示を待つ B。出口へ向かう A. 指示を待ちましたが、会場係がなかなか戻らず、新しい情報が入ってきません。いつまで待てばいいのでしょうか具体的な指示に時間がかかれば、バラバラに逃げたり、同様から混乱が生じ、収集がつかなくなる場合もあり得ます。B. 出口へ向かうあなたは出口に向かうことにしました。最も近い非常口は海側です。会場には他にも出口があります。どの出口に向かいますかこの会場の避難マニュアルでは地震や火災を想定した避難場所は海側の緑地です。ところが津波警報が出た場合には 会場の2階以上に避難します。初めての場所であなたはそのことを知りません。しかしどんな災害でも周囲の状況や被害によって逃げる先が異なります。火災や津波の可能性今いる場所の安全性など状況判断のポイントを押さえればより安全な場所に逃げることができます。 揺れの瞬間、まずは我が身を守りましょう。命が助かったら、慌てずに安全確保のために次の行動に移りましょう。そのためには、次の危険、例えば火災や津波、パニックなどを想像できるかどうかが判断の分かれ目となります。あなたがこの施設の管理者だったと仮定して、防災計画を、 見直してみましょう。一般的に、緊急対応のマニュアルには基本的な手順が書かれています。しかし、実際の災害でもその通りに運ぶでしょうか時間経過や利用者の行動などを加味して考えてみましょう。すると、避難誘導も一律ではないことに気づきます。例題の状況では、 津波の可能性がある場合、1階ならば低い場所は危険なので、2階以上の場合にはここは避難場所なので待機してください1階に降りて駅に向かうのは津波が来たら危険ですなどとなるでしょう防災計画を検討する際には最新版のハザードマップも確認しましょう。 どんな被害が生じるのか知ることができます。災害の種類によって異なる避難場所が指定されている場合もあります。しかし、ハザードマップも想定の一つにすぎません。想定とは異なる現象が起これば、被害の程度や範囲も変わってきます。ハザードマップを過信せず、津波ならば沿岸部にいること自体が危険なのだと考え、 行動しましょう防災計画の見直しは想定されているシナリオ以外のシナリオを検討してみましょう例えば災害現象ならば地震と火災が同時に発生した場合人ならば利用者側と管理者側の立場の違い時間ならば 時間経過を考慮したり、建物ならば、地盤の悪い土地に立地しているのか、建物の構造や何階建てかなどで、被害想定が変わってきます。次回の防災訓練の際には、帰宅困難、避難経路、雇用形態など、テーマを決めて課題を洗い出ししてみてはいかがでしょうか。 想定外を想定して防災計画をより具体的に考えてみましょう。災害発生。あなたならどうする想定外の想定編。企画編集図書館災害対応研究会制作国立研究開発法人 防災科学技術研究所自然災害情報室。ウェブコンテンツは他にもあります。ぜひご覧ください。